これで入っているのかわからないけど、まあ、数字が動いているから配信されていると思います。またツイキャスライブやろうかなとか最近一曲録画してアップするっていうパターンばっかりやってたんだけど、だいたい1個の曲録画してあげるまでに何度も何度もやり直してるんで、これじゃあ疲れるなと思って、これライブで30分適当に歌ってそのまま録画してアップしても、まあ大した出来の差はないんじゃないかなと思って、この方が垂れ流し方式の方が、楽でいいなと。どっちにしろ数十回やってやっと1個取れた曲の仕上がりも大して良くないので、じゃあ雑のまままとめ売りしてまとめ固め30分配信してそのまま録画して YouTube に上げた方が楽かなと。じゃあ、まずこの広い野原いっぱい、森山良子のこの広い野原いっぱい。最近曲を録画するときに必ず、曲名、歌ってる歌手と曲名を言ってから歌を、録画するというふうにやってます森山良子のこの広い野原いっぱい。この広い野原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる、赤いリボンの花束にして、この広い夜空いっぱい咲く星を一つ残らずあなたにあげる、虹に輝くガラスに詰めて、この広い船を一つ残らずあなたにあげる、青い方にイニシャルつけて。口笛も下手になったな昔はいい音出せてたんだけどこの広い、どこまで歌ったか忘れちゃった。この広い世界中の何もかも一つ残らずあなたにあげる、だから私に手紙を書いて、森山良子のこの広い野原いっぱい。加藤登紀子の一人寝の子守歌。一人で寝るときにゃよ、膝小僧が寒かろう、女子抱くように
改めておやりよ。一人で寝る時にゃよ、天井のネズミが歌ってくれるだろう。一緒に歌えよ。一人で寝る時にゃよ、もみ殻枕を思い出が濡らすだろう。人恋しさに一人で寝る時にゃよ、浮気な夜風がトントンと叩き、お前を呼ぶだろう。教えてくれるだろう。ひとりもんもいいもんだと、ひとりで寝るときにゃよ。ララ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 笑うとこじゃない。これ配信されてるんだろうか。心配になってきた。これどうやって知りゃいいんだ。まあいいか、そんなことは。カルメン・マキの「時には母のない子のように」。時には母のない子のように黙って海を見つめていたい。時には母のない子のように一人で旅に出てみたい。だけど心はすぐ変わる。母のない子に、こうでわかんなくなっちゃった。母のない子になったなら誰にも愛を話せない。時には母のない子のように長い手紙を書いてみたい。時には母のない子のように笑っちゃいけないと思うと笑っちゃう。そういうことあるよね。大きな声で叫んでみたい。だけど心はすぐ
歌手って歌いながら咳込んだり思わず笑っちゃうってことないんだろうか。5つの赤い風船のもしも僕の背中に羽が生えていたら、あれ？もしも僕の背中に羽が生えてたら、僕はお空のお星様を拾い集めて、可愛いお前に首飾りを作るんよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、白い可愛い鳩のように黒い小さな、あれ、黒い小さなこの街を出て大きな空を飛び回るよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、これ少し早めに歌った方が間違える確率が減りそうだな。もしも僕の背中に羽が生えてたら、どこかの知らない奥にへ行って、お花の上をきれいに飛ぶんだよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、醜い争いする人たちにお空の上から清くきれいな世界を作ろうと言うんだよ。もしも僕の背中に羽が生えていたら、岡林信康の手紙。私と、あれ、私の好きなみつるさんはおじいさんからお店をもらい、二人一緒に暮らすんだと嬉しそうに話してたけど、私と一緒に一緒だって、私と一緒になるのだったら、お店を譲らないと言われたの、お店を譲らないと言われたの。私は彼の幸せのため身を引こうと思ってます。二人
緒になれないのなら死のうとまで彼は言った。だからすべてをあげたこと悔やんではいない。別れても悔やんではいない。別れてもしも差別がなかったら好きな人とお店が持てた。部落に生まれたそのことのどこが悪い、何が違う。暗い手紙になりました。だけど私は書きたかった。だけども私は書きたかった。小林信康の手紙でした。井上陽水の人生が二度あれば。なんか暗い歌が続くな。たまたま父は今年2月で65、顔のシワは増えてばかり。仕事に追われこの頃やっとゆとりができた。父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。湯飲みに映る自分の顔をじっと見ている。人生が、あれ、人生が、あれ、どこだ。コード分かんない。人生が、あ、ここら辺にいいのかな。人生が二度あれば、この人生が二度あれば。母は今年9月で64、子供だけのために年取った。母の細い手、漬物石を持ち上げている。そんな母を見てるとが誰のためにあるのか
て家族のために年老いた若い頃のことを話し合う。思い出してる夢見るように夢見るように歌を作った頃は64、5でもそんなに老けて見られてたんかなーなんてね。64、5じゃあこの歌の歌詞から想像すると64、5死にそうな歌詞になってるんだけど、まあ人にもよりけりだよね。吉田拓郎のリンゴ。一つのリンゴ、君が二つに切る。僕の方が少し。コードの進行はよくわからない。一つのリンゴ、君が二つに切る。よし、これはカット。置き去りにした悲しみは、生きてゆくのはみともないさ。あいつが死んだ時もおいらは飲んだくれてた。生きてゆくのはみともないさ。あいつが死んだ時もおいらは飲んだくれてた。そうさ、おいらも罪人の一人さ。またあの悲しみを置き去りにしたまま、祭りリンゴとなどもう問わないさ。気になることといえば今をどうするかだ。そうさ、あいつとうまくやらなければ、またあの悲しみを置き去りにしたまま、もう裏切らないさ。激しさが色褪せても優しさだけ抱きしめて。そうさ、お前は女だからね。またあの悲しみを置き去りにしたまま、りにしたあの悲しみは、葬るところどこにもないさ。あ、置き
ざりにしたあの生き様は夜の寝床に抱いてゆくさ。ああ置き去りにしたあの生き様は夜の寝床に抱いてゆくさ。ようござんすね、この歌詞は。これ多分ヒットしなかったんだよな。旅の宿の後かなんかに出したらしいんだけど、拓郎もなんかラジオで言ってたけど、あの頃本当なんか拓郎ヒットを狙ってて、その後にヒット全然関係ない歌を出して、なんか歌いたい歌をただただ岡本と拓郎で作りたい歌を歌って出してたっていう感じで、結婚しようよ旅の宿がヒットしたからワンツースリーと続けてヒットを出そうみたいな気があんまりなくって、でメロディーメーカーだから、あの歌謡曲歌手に、アイドルとか歌謡曲歌手にそっちではあのヒットを狙った耳障りのいい曲を書いて、そっちはヒットを狙ってるんだけど、自分が歌う歌は岡本と組んで作る歌いたい歌だけを歌って、あえて自分はヒット曲歌手になろうみたいな、そこにしがみつこうっていう気があんまりなかったような気がするんだよね。あ、赤くなった。もうじき30分終わっちゃうんだね。適当にこれであの数字をみんなで喋ってると、あれもう終わってたなんてこと、かつてそういう失敗があったから、あの30分近くなったら一旦これやめて、またトイレ休憩挟んで、あのもう一回スタート し始めし直そうかなと。いいよな、あのさっきの話だけど、あのヒットを出そうと思って流行歌手用に曲提供して、そっちで稼げるっていう自信があるからこそ、自分の歌は好きな歌だけを歌っていこうというふうにこう、住み分けできるっていうか、誰だってね、自分の歌をこう売れたいわけじゃん。で売れそうな歌を作っても売れないっていうがっかりさ。だからあのまあ漫画家の東秀夫もそうだけど、売れ線を狙うのとやりたいことをやるっていうのがどうしてもね、クリエイターってその狭間で悩むんだけど、好きなことやっても全然見られない、いいねもらえない作品って、それプロと言えないし、そのつまらなさっていうのは売れないとがっかりするだろうし、本当はいいね、好きなものをやっていいねをたくさんもらえれば一番いいんだけど、そううまくはいかないから、この置き去りにした悲しみはいいねよりもやりたいことを優先したんだろうなと。だから多分これヒットしなかったと思うけど。あ、まだ30分切れない。この手の喋り始めるとあのしつこくなるので、歌そっちのけで喋っちゃったりするから。今日は風が強い、すごく外は。多分この録音にも入ってると思うけど、風の音とか。赤くなってからなかなか、数字が赤くなってからなかなか終わらない。終わる準備してるのに。じゃああれか、何もこれ強制切り待たなくても切ればいいのか。じゃあ一旦これ切ろう。どこ押せばいいんだこれは。いまだにやり方わからない。これを押すのかな。